はい、こんばんは。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。昨夜に引き続きですね、幻影の塔をやっていこうと思います。昨日ね、40回、41回、42回の3フロアやって40分動画に上げたんで、すいません、だいぶ長くなってしまったんでね、今日はですね、もう43回ね、まあ動画見ながらだけどね、今日も刻んでいこうと思います。ワンフロアワンフロアでやっていこうと思うんだけども、やっていこうと思います。で、結局今日ね、僕まだ1回もね、幻影の塔やってないんですよ、実は。昼間にね、何個かやっとこうかなと思ったんですよ。何個かやって、そのハイライトみたいな感じで動画出そうと思ったんだけど、時間が取れなくてですね。っていうのも、昨日も見てもらった通り、そのね、軽い気持ちで臨めない、ね、ワンフロアワンフロアが軽い気持ちで臨めないんで、あのこの時間まで、全く未調整なまま来たんで、とりあえずやっていこうと思います。昨日と分かったパーティーそのままで全開してますんで、これでいこうと思います。いきます。完全初見なんで ね、まあもしもあれやったら、だからゲート使って組み直してチャレンジ見たことしますけども、ウェーブは3つですね。はい、制限時間は10分、いつも通りですね。はい、じゃあとりあえずシャイニング装具でやっていくか。あ、オートなってる。シャイニング装具、とりあえずは魔法を使ってね、切り抜けれるとこは切り抜けていく。あ、ガードしてるね。全然入らないね。ダメだね、魔法無効だね。オッケー。ならば殴り殺すだけだね。魔法全然入らないけれども、プラウドフォーセの回復はいけると。なら殴り殺すしかない。頑張って殴り殺すしかない。とりあえずね、まあランディがいてくれてるのはやっぱでかいですよね。そっか、これやってる時にちょっと軽く込み読みしたらいいんか。そっかそっか、ちょっと米読みもしなしつつやりましょうか。ちょっといけるかな、見れるかな。よよ、米読み。あ、これはダメージ入ってるけど全然減ってないって感じか。昨夜の動画の方についたコメントで、金髪サイヤさん、40回の実況動画参考にしてレイゼクスさんをしたんですが、リルビットの超必殺で解けます。耐えるキャラいないし覚醒が発動しない、展開なんかなら耐えられるかなということなんですけど、あの展開やったら耐えれるかもしんないんだけど、その結局そのリルビットの超必殺が飛んでくる時までに、その展開ってあのなんか発動するタイミングを選べないじゃないですか。常に発動しちゃうんですよ。で、前僕はプリムにね、展開付けで行ってたんだけど、結果その、そこまで MP が持たない可能性があるんですよ。ね。っていうのも、一撃食らったら MP3 減るんでね、10回食らったら MP30 減っちゃうんですよ。で、MP がそれで足りなくなるっていう可能性があるんで、実は展開あまりおすすめできないんですよね。これも実際僕も使っていったからわかるんだけど、うん。で、覚醒が発動しないのは、多分覚醒が発動する前に多分死んじゃうってことだと思うんだよね。だからそれやったら、あの、まあ、昨日の僕もあの言ってたんだけど、あの第二部隊を頼るっていうのも一つの方法ですからね。だからそれとバフ、デバフだよね。うん、デバフ を敵にかけておく、ロストマかけておくのと、でさらにそこにプラスするならば、まあ自分の方にハイプロテクションとかあの辺をかけておくことで、物理攻撃ならばある程度あの崩せれる可能性は全然あるかなと思うんですね。言うてる間にボス戦ですねはいはい、いいですね。だから敵がこれグラバインはね、でもだから、ね、必殺技を打ってくるタイミングが怖いんだよな、こういうやつはね。なのであんまりナメプはできないね。まさかの米読みしながらのね、幻影の塔実況をするとは思わなかった。はい、あー怖い怖い怖い。でもシャイニング装具は入ってるな。でシャイニング装具で削れるんやったらこれで削りたい。
うん、入ってるね。じゃあこれで時止めで最後まで始末しましょう。怖いからね。ダークディメンションも打てるね、ゾグラスの。だから、うん、舐めてると必殺技が飛んできて壊滅させられる可能性は全然多いんだからね。グラバインの必殺技、あの火力高いからね。なのであんまりナメプせずに行きましょうね。ああ、もうバフがかかってますね、グラバインさん。43回はなんか危なげなく抜けれそうか、これは。このまま生きるんやったらいけそう、いけそうだね。一撃で1万5000くらい減らせれてるもんね。いける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 。で、まあ、あのなるべくね、あの今その前はね朝の動画で込み読みしてたけど、今できなくなってるから、それをあの夜の動画でね、こう実況しながらできれば込み読みをしていこうと思います。ほい、グラバインさんいけましたね。あんまりこれ追い込んだ時のね、あの夏の必殺技が怖いからね。入るんやったら魔法で時間止めて倒す方がいいよね。よし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 。ではまあまだ時間あるんでもう一個行きましょう。44回行きましょう。推奨レベル100、敵はソーサラーですね。いきまーす。まだね、サンタティリアが通じるんやったらサンタティリアで切り抜けていこう。ウェーブは3。さあまずはとりあえず魔法からいきましょう。シャイニングゾーブが入るか。入るね。普通に入る相手だね。じゃあ普通に魔法で削っていきましょう。か、MP もったいないからあれか、やっぱりランディで削っていこうかな。ランディの HP も足んないし、ある程度敵を減らせれたらランディの回復薬のために普通に通常攻撃で倒していきましょう。これでだいぶ減らせれたね。はい、これであとは殴っていきましょう。ああ、おら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 。よし。はい、いい感じに回復もできましたね、これで。おお、ここでグランドオーム来んのかよ。意外なとこで来たな、おい。痛いね。シャイニングゾーンこいつ効くっけ？ちょっと待って、普通に、これで、待ってよ。シャイニング道具で。そこで。グランドウォーム以外もおる？もしかして。これ。入ってる。ああ、普通にダメージ入るね。よし。シャイニング道具で倒しましょう、これは。回復も含めて。この後 MP 足りなくなんじゃねえか問題は、一旦置いといて、こいつをちょっと楽に倒しとく方がいい。よし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 。さあ、本格的に MP が足んなくなったぞ。44回ラスト。はい、水冷機リラ来たか。水冷機リラとリルベットと、あとなんだ、ちょっと、うつに言ってきましょうか。ちょっと待ってよ。こっちでターゲット。メルザ、ティリア、あ、リルベット、リラ。水着、あ、全員水着で来たのね。はいはい。全員水着で来たのね。はい。シャイニングゾーグを。シャイニングゾーグ打っていきましょうか。とりあえず魔法で一旦どれぐらいいけるか。
リラがハイドロシェルしてるのが気に食わんな、ちょっとな。これを削れるか。魔法でちょっと削れるだけ削りましょう。で、うん、あんま削れないな。一旦削れるだけ削ってから、ランディの必殺はちょっとぶちかましましょうか。 MP がなくなるぜ。これぐらいにしておいてやろう。で、いったろ。いいね、いいね、いいね。入ってんね。きたー、エーテルフェザー。ただし、回復量はそんなに大したことがない。はいはい。倒せる、倒せれる。ここで殴っていきましょう。きたー、怖い、これが怖い。おー、うわ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 。一回回復しとこう。そう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 、いいよ。回復大事、回復大事ね。こういうの連発してくるからね。ね、だからいね、舐めてちゃいけない。はい、やられた。くそ、やる。でも大丈夫、この感じやったらまたゾグラス耐久モードかな、多分。リラー倒した、オッケー。リラー倒した。次、あとはちょっと、さあ、44階のボスはね、水着4人衆だったよね。さあ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 、ね、ティディアが意外とこういうことしてくるからね。追い込まれてるよ。意外と HP 追い込まれてるよ、ランディが。これは怖いよ。さあ、そろそろ。あー、来た、ミリオンヘイル来た。忘れてた、ミリオンヘイルがありましたね。そういう怖いのが。さあ、ゾグラス。ゾグラス頑張れ。ゾグラス頑張れ。あー、あー、やられた。滅びぬ。さあ、増援部隊、ね、一応第二部隊もね、用意はしてたから、ポポイタンに頑張ってもらいましょうか。さあ、とりあえずポポイ頑張れ。で、敵をちょっと見てみようか。リルベットって何が苦手？炎が苦手なのね。エクスプローダーでいきましょうか。どうぞ。ああ。入ってるのが入ってる？ダメージ。リルベットを削りたいな。頑張ってるね、頑張ってるね。ああ、プラウドフォースつけてなかったな。君に。そう、あー、ダメだダメだ。ダメか、やっぱ第二部隊ではダメか。これで無理か。ね、さあ、ランスベルおじさん、ランスベルおじさん頑張れ。いやー、さっきのでもゾグラスでもダメだったもんね。さあ、どうしろ。覚醒したよ。なんやろ、水着リラ倒したらもうこっちのもんやと思ってたのにな。このリルベットが全然強えっていう。なんかリルベットが魔法以外入らへんのか。あ、だから MP 使いすぎか。俺 MP 使いすぎが問題か。がっつりちゃんと、サンタティリアの MP を満タンにして連れて行って、で行けば、あるいは行けるかも。おっと、まさかここでアラーム。退却だ。
そうだね、多分サンタティリアの MP が使い切っちゃってたから、あれが満タンでいけてたら多分勝ててたかもしれないっていうのが、その他のやつらが、ま、魔法が全然、魔法だから物理攻撃が入らないやつが多すぎるよな。そうだ、リルベットがほら全然こう攻撃入らないよね、リルベットがね。さあここでレベル60のやつらで戦っても多分どうしようもないやろな、ね、いやリルベットが全然 HP 減ってなくない？ほんま。ほらリルベットがすげえ硬いよな、うん、でめっちゃ回復するしさ、この回復が何なん？ああでミディオンヘイル撃ってくると、超えてやる。ふう、ダメでしたね。とりあえず44回の水着用忍衆はむずい、リラは普通に倒したんだけど、魔法無効と物理無効が混ざってるんでどっちもいる。で負けた一番の敗因はサンタティリアの MP が全く足りてなかった。なので MP を温存して次行ったね。でしっかり魔法で削り取ってでランディで殴っていけばいけると思う。うん、だから魔法で倒さなきゃいけないやつはしっかり倒して、その後物理で勝っていくやつは勝っていくという感じで多分いけるかなと思います。はい、という感じで、あまりね動画長くなってもあれなんで今日はこれぐらいにしとこうと思います。では明日はですね、まだ44回再開してやっていこうと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。